はい、じゃあゼロ回戦ですね。なんと達夫自体大平。はい、ということで、本日のシングル大会始めていきます。さあ、達夫寺、先週はね、その名の通りかなりぐるぐるしてましたけど、さあ、今日はあんまり回らないですね。まあいいですが、まあ、まあまあこれはまだ安く済んだ方か。で、さあブロッキングできない。まあこれは大平だいぶ酔ってるか。これさあ試合は達夫寺ペースですね。大変まだあんまり何もしてないと言って、ああと確定しない。投げる、相打ちになって、うわ中盤中足。さあ大変何もできず。石崎でした。はい、次左上アーブー児玉です。よろしくです。あの何も出さないで上入れっぱだったんで、あの申告だけ交わせました。どうだろう、でも遅い感じでもなかったと思うけど。全然遅かった。あのちゃんと相手が着地間際じゃないと。ああそうだよね、意味がないから。着地後だと、うん、あの飛ばれる可能性が圧倒的に高いかな。結構かくらすのはむずいですね、あそこ。あの暗転中に相手が空中にいればもうほぼ確定。あの、うん、中国自体無敵もあるんでですね、確定です。はいはい、さあ画面は小玉い、ユンとアーブネクロ。今日はなかなかに人数多いということで一先になりますが、さあマニアックスの週でもないのに、こんなもんじゃないんですか最近は。そうだね、まあまあ10後半から20弱ぐらいまで。やっぱたまにね噛み合うと、まあ、マニアックスの週のね、3日後の水曜はちょっと人減るんだけど、ね、あそう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 、そういう時もある。すいません、ちょっとほろ酔いで達夫寺がダメでした。そういう時もありますよね。さあエレクから、さあ鉄山引っかかる。まあ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 、多分鉄山が絶賞に漏れちゃったと。わあ、いい拾い。にも対応、素晴らしい。そうですね、やっぱり鉄山原発動が日本の非常に強い部分ですね。さあ阿部君自体は、いろんなゲームもやるし、サードでも 3,4 キャラ使いこなす、なかなかマルチプレイヤーなんですが、相手が言うんだとちょっと大変。海外勢との橋渡しをしてくれてる人のイメージが。ああそうそうそう、本人がね、結構英語とかもできるタイプなんで、よく翻訳を頼んでますが。ああ、これはうまい。さあ表裏、うーん、ドリル出ず、やめなし。足伸ばしてました、ね、はい。じゃあ次はタワコン直近、足長い。はい、さあちなみにタマコンと一緒に一杯引っ掛けてたので、はいはいはい、あいつもあの雑な可能性があります。なるほど、はい、飲酒勢だ。さあどうでしょう、酒飲んでやるゲームが一番楽しいですよね。いいと思います。エレナダドね、ダドが意外に困ってるイメージはあるんですが、うんうん、相性はなんだろうね、そんなに露骨なキャラさないイメージもあるんですけど、しこたま酒飲んでると思うがキレキレだぞ。いやただ普通にリンクステイを食らっていく。ああまずい。ああ、さあ EX も入っていく。しっかりですね、なんとも言えない顔してますね、うん、タバコの方見たんですけど。さあ屋根から前ブロー、ラブ、いやいや、うまいうまい。上りブローはできてる。本当に飲んでんのかな。あ、オケワイ、ストーリー、トゥデイ、アイブルーツ。あ、顔難しい。まい、あー、かくらなかった。あ、飲んでるわ。なるほど。スラワガード。あ。マイステイ。
マエステマレットはやばいね、釣りがやばい。ああ引き殺されたというわけでタマコンもいいとこなし、ニコニコしてる。勝ったのは直近ね。じゃあ国大平お願いします。国さん、はい、大平さんいる。国今日一下げです。なんであの人シャツなんですか。まだシャツは寒いだろ。さあリュヒューゴ龍になると思います。大平ヒューゴ VS 国龍。さあ我慢する人対我慢しない人。さあ無類のヒューゴキラー。もう正直ね、多分昔だいぶ前に聞いたのが、早尾以外全員勝ち越してて、早尾がワンチャン五分って、飲んだ時のわさびおじきが言ってたので、うん、怪しいんですけど、怪しいね。じゃあ怪しいじゃあ怪しいっていうね。ただまあヒューゴに対してね、あのしっかり強みを見せてるのは間違いないので。おわー昇竜拳。重野さんの方は多分寒いよ、北の方の人だから。さあ電磁、いやでも関東出張って書いてあるよ。あまずい。さあここはあーコパンでもシャガチをかくるのね。後ろ投げピョンマイできるできる。さあ対空シュートミートが通って、さあ分かんないよ。頑張れ大平くん。だー、最速の俺竜巻。これは2でもピオル。うん。うわー、スタンチ溜まっちゃってましたね。勝ったのは国。じゃあ左下、小沢達王子いってらっしゃい。これなんとか達王子。訴えらんないですかね。法律が。あ、いたいたいた。小沢さん後ろ。大体レベル2でもね、まあ4割弱ぐらい溜まるイメージですね、うんうん、スタンチ的には。もう、まあ、0から3で、まあピヨンないけど9割弱ぐらいのイメージなので。もう彼の場合2とか3とかもう関係ないじゃないですか。 もはや怪しいからね。大体3じゃないですか。そう2が来ると思ってないかも。間違いない。むしろそう、その辺でバグるんですよね。トゥースケアリーと間違いないさあ小沢誠 VS 達王子豪輝。さあ小沢さん、ちょっと前になん、うん、ちょろっとお話したことあって、ほう、もともとね、埼玉の方でプレイはしてたんですけど、最近はネット、まあ、ごめん、最近はネット周りでアニコレとかもちょいちょいやってるということで、はいはいはい、でゲーセンは今ニュートンしか来てないということで、まあ、埼玉在住なのにありがとうございますって感じなんですが、うん、まあ大山もギリギリほぼ埼玉みたいなもんですもんね。まあな東京北の方ですからね。さあこれはいい勝負。ああいいね、ぶっこんできた。いいですね思い切り。さあ割とね2週に1回ぐらい来てくれまして、ビギナーズも参加してくれてる小沢さんなので、結果出てほしいプレイヤーではあるんですが、ちょっと相手がんーいかんせんね、老害枠の王子ですからね。さあどうなるか。いやでも聖中だからね、ワンチャン。そうですね、これほぼ圏内、ほぼ圏内、まあ、もうこれ圏内です。さあ聖中使えるかどうか。リープはなんか意思を感じるリープだったか。おこれあったった。いや冷静。ああ弱小流たまらず、あの深刻。ああ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 嘘でしょ。大胆なしゃがぐらがりだ初おじいハゲさんが目の前で笑ってますさあちょっと空気変わるかどうか。あーそうそう、あー上からジロ、あー上からジロ、あー上からジロ減るな。中堅は非常にいい選択肢。上から二郎と上はさせない小沢。上はさせない？させるのか？させないのか？させた。さあ大剣。あ、させない。二王な。あの大剣二王だよなあれ。くんくん。ロージーはゼロドットは？あ、これは残るけど。あ、これは削りきれないか？あれこれ飛べるんじゃない？ああ、飛べないか？いや垂直ならワンチャンあった。ああなるほどね。ここは老快なとこ出してきました。達王子勝利。じゃあすいません、右下のゼロ回線からいきます。滑り込んで OK だったので、TM さんとアナゴさんです。アナゴさん TM さんとです。イニシエじゃないですか。はい
こんなところでなんというか2000年代にタイムスリップしております。はい。でもどうなんだろう、アナゴさんがやってた時にティームさんとやり合ってたりしてたのかな、時代的には。アナゴさん試合ですよ、ずっとやってる2人ですからね、イニシエとは言うもののね。あー、ティームさんと、ティームさんです。はい。あの僕昔の池袋、まだ新宿にあった頃のミカドで、うん、ティームさんがあのバッキバキの時には何回か見たことあるんですけど、はいはい、あれが2005とかなんで、まだね、アナゴさん実はね、投撃前ぐらいに、セカンドからサードでちょっと落ち着いてた時期が、はいはい、その2002とか前ぐらいなので、微妙に噛み合ってない可能性あるんですよ。ああ、そうなんや。なので意外にそんなに遭遇してないかもしれません。なるほどね。そう、歴史の話ですね、完全に。あ、うまい。さあ、マイチュパン。Q は空中の体勢がでかすぎてマイチュパン入りますが、マンブロ EX ビンタは芸術家と最大ですね。さあ、ビンタ。あー、ピンチキだ。本当にミスりませんね、ここは。さあ、体力差はあるが、ユリアンが 1.5 あるので、ここは上ではなくて大事です。なるほど。大足。手は出していない。テリブラ通るけど、うまい。ああ、そうですね。リバサラって確定。リバサラ確定です。でもしゃがみぐらいになってないのは偉いですよね。ああ、ですね。しゃがみがあれば確かビタ確定なのかな。あ、そう、確定ですけど、まあダメージ上がっちゃうじゃないですか。ああ、そうそうそう。ちゃんと後ろに入れてるっていうのは、ユリアン側が偉いですね。これが難しいところでね、あの持続ガードにすると、多分ギリ腹部届かない感じだから、そこのジャッジの問題になるんだよね。難しいよね。そう、そこはね。基本は立ちでいいんじゃないかなって思うけどね。まあどうしてもね、ためキャラだからどうしゃがみガードにしちゃう。いやあ、あら、えらいとこで。ユリアン相手にも半分減ります。腹部2回確定。あ、てか PA2 回確定。腹部2回は死んじゃうよ。やばいね。腹部2回はごめんなさい。一気に強キャラだよ。さあ、ここからもう1枚作れるか。そう、反応やばすぎるので、前向きにすぐ円柱形が飛んできます。これは繋がんないけど。歴史書に書いてある。ああ、いいタイミング。あ、そこまで行く。歴史を作った2人でもありますからね。その歴史書の歴史作ってますからね。この人たち。まあね、投撃より前ってもう古文書もないからないね。ないないない。俺ら投撃パンクは読めるけど、古文書もインターネットもないもんね。ない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 。あの、ね、魔法のアイランドです。魔法のアイランド。なんか聞いたことあるぞ。キラッキラのウェブでしょ。はいはい、はい、そういう時代の話です。おお、しっかりガードしてる。わあ、さあ、ユリアンゲージないので、完全な腹部圏内ですが、あー、中段やってきてる。打つ、ちょっと遅らせて打つのかな、うん、ですね。エッチですね。あー、しかし投げがちょっとユリアンケアできない。これ、投げるとね、突進が出ちゃうんですよね。投げが早いと匂ってきたな。そうね、クンクン。あー、しっかりここはかくらしてく。反応よ、なかったら TMQ と。じゃあ、モブマサ、モブ君とマサさんお願いします。あのユリアンだとさ、背高いからさ、うん、あんまり透かし投げ食らう意識にならないんだよね。透かし投げ、なんと言えばいいのか、立ちでガードしてるとさ、うん、あの例えばアレックのなんかジャンプ中盤透かし投げとかって、ああいうのも大体ガードされるから、すげえ高い位置から振らないとあのなんないし、あ、まあ そうだね、そんな高い位置に見られると逆にケアできたりするんだけどさ、はいはいはい、身長高いからやっぱ当たるしね、あ、高めの出しもね。そうそう、Q のあのジャンプ中盤でいい感じに上行ってるから、うん、結構ギリのとこで来るんだよ。意外に意識の外だったりします。誠の水ジャンジャンプ台系スカシカラクサとかガードになるもん、ね、あ、もう死ぬほど腹立つね。高めガードになるからね。あ、なるやめてくれて。そうそうそう、これ茨城勢でしたっけ。そうですね、これが正幸と、茨城勢のモブダットリです。ベンちゃんが頑張れって言ってる。さあ、ベンちゃんですね、モブ君頑張れということで、今はとにかくあのモチベの塊、別に金なんか関係ねえ、どこでもゲームやれるなら行きますというタイプなので。すごいな。いやでも茨城勢がさ、あの月3回ニュートン来るは行かれてるじゃん。俺より来てる。ちなみにある、全然ある。いや実際ね、モチベの通りね、まあ、完全なね、もともとタゲーゼもタゲーも1回やったことないっていうから。タゲーもやったことない。ないない。サードが初だって。また奇特な。なのにね、半年経ってなくてね、基本コンボある程度できるって言ってたんですけど、これはちょっと厳しい。まあ、ザゴーでしょうね。ちょっと大変ですもんね。じゃあ、シンタラオです。いってらっしゃい。はい、行ってきます。はい。
いやもう僕に関してはね、正直ね、モチベ下がらずに頑張ってゲームしてほしいって感じですね。ラオウシンタでございます。頑張ってください。今日石崎です。今裏で勝たしてって年上から言い出してて、なんだろう、コメントしにくいんだけど、勝たしてはやべえな。しかも水曜シングルやぜ。マニアックスとかクーペじゃねえのに。果たしてはやべえな。さあチュンリーシンターはどうすんだ。剣か。さあワンピーがラオウチュンリー、ツーピーがシンター剣と。さあどうなるか。石先なんでね、何が起こってもおかしくないです。現存するサード映像って残ってるので、第4回クーペあたり、ニュートンで、ゲームニュートンの YouTuber チャンネルで残してるのは、それか2回とかそんなもんかな。だけど、まあまあね、ネットのみあさればいろんなのがあると思いますけど、第1回クーペとかもネットのみあされば出てくるんじゃないかな。それはね、ちょっとこっちでは管理できない話なんで、なかなかあれですけど。さあまずは新田先生ですが、うわ中足保育が痛い。しゃがみぐらいの大体半分。怖怖怖。2発目3発目のヒット確認を見過ごさない、さすがの新田。ワンブロ膝保育ドン。発撃光100列ではない、前中継が刺さって取り返す。とタッチパン隠れるかね。後ろ投げ。さあ竜巻でちょっと経路を変えてくる。んー狙ってる。あの勝利ダブルで入ると死ぬほど痛いです。膝バレー投げ目的中に出てずらして大パン発見、追い返して、いや分かんない分かんない、これ P かな。マイス投げ、かかとは一発だけだけど、すぐにつなぐ。さあこれで一文字、あーゼロドット新田ぐんにょり、一文字でゼロドットでした。勝ったのはラオチュンリー。じゃあ次がミスドパチカス。今グワーだったな。PA してからの結構確信持った一文字だったんですけど、根性値でした。うん。あ、そうね。で、かつゼロノットでしたね。はい。死なないことを考えてなかったな。いい勝負でした。さあ、1P がパチカス、2P がミスド。さあ、ミスド順位ですが、勝負ですね。SA は。SA 最近キャラによってちょっと変えたりする時もあるんですけど、今日はバースト。さあボールはほぼミスりません。2ドットぐらいゲージ貯めてパチに有利でスタートです。あのボールって自分でやるんですか。とどうやって投げた後に左右でなんかベクトルを調整できるらしくて、相手のその頭部の打点に合わせるんだって。はいはいはい。あ、自分でその方向変えられるの。ほっとくと目の前に落ちるんだけど、相手のその高さに合わせて前入れっぱとかちょっと入れるとかなんか調整するらしい。あ、入れる時間でやった。あ、そうそうそう。ゲームうまなんてこと言ってるとこれは厳しいが、さあゴーパチとコメントも入ってますが、あった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 大 K をコパンで潰されて、まずはミストチュンリー。さあバーストは2本ありますが、まあ、波動バーストの辛いところは、1回当ててもなかなか相手画面端に昇華しててもなかなか継続しないところですね。吹き飛ばしすぎてね、攻め系にならないですよね。剣の中圧昇竜とダメージ変わんないですもんね。やめて、そのダメージの話をすると一番かわいそうだから、かわいそう。あのバーストとしゃがみぐらいの EX タックルが同じぐらいらしいんだ。ふんってなるじゃん。くすってなっちゃう。そう、コメントしにくいんですよ。そう、さあこれは移動技に使ってきた。リープ、これは残んない。しゃがみだったらさすがに痛い、中足バーストだけならね。さあ取り返す。でも今しゃがみじゃなきゃ絶対生き残ってたからな。そうだね。あ、きつい。さあ保育1回目、
投げる。中央刺さったら 4.5 割減ったよ。あぶねー。パチカスてかショーンガーがあと多分4回ぐらい読み勝たないとダメかな。チュンリーはもうリーサルです。ほぼ全部通したらワンチャン。そうだから投げ、あでもね、知らないで大丈夫です。スイジャンから、はい、ちょっと色気出したってか、なんかそういうことなの。すごいゲージの使い方が。あー、残んない。ゲージの使い方が大富豪。今のなんか、排水の逆転劇みたいな話になるのかな、わかんないけど。やるわ、さあ勝ったのパッチカス。じゃあ、コニタン TM お願いします。 TM さん、ユリアン勝ったらネクロか。そうか。あれパチニー、あいない。あれ最大何なんだろう。スイジャン台形入ってたから、まあスイジャン台形、近代形波動バーストじゃない、近代形か、中足大アホスマ、あでもまあ近代形なら多分な、あそうだね。さあ1回戦最終試合、コニタン TM です。昇竜キャンセルにした途端にダメージ下がるから、めっちゃくちゃ下がる。そうマジで安くなります。ジャン台形膝波動バーストかな、あそうだ、ね、やっぱり。わあゲージないと大電磁ガード差し何もねんか。まあそもそも何もないキャラの方が多いよね。大電磁、まあでも距離空くからね。大電磁か。ああそうそう、今攪拌難しい。5回ガード差しては辛いね。俺さっきユリアンでやってて、うん、大電磁でビリ相手のドットのネクロに大電磁で目の前でビリビリしてたから、うん、タックルで突っ込んだら負けた。それ相打ちになる、うん、いや一方負けした。あマジで、うん、いい、それを珍しい。これはガードリバサワ腹部が届きます。ああダメなんだと思って。電磁ってさ、その段数と根元あたりとかの関係でさ、何発ガードするか分かんなくて、距離もあるから微妙に半角入れづらいんだよね。しかもさ、寸止めされた時がさ一番気まずいやん。あ気まずい、あの壊し先端で弱電磁目の前で当たんないみたいな。そう、あ分かる分かる。角板入れようと思ってレバーを動かすと当たるみたいな。あそう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 、あれ意外にねめんどくさいんですよ。イライラ棒みたいな。さあリープからネクロにマックスなので、9はねなかなか簡単にはピヨりませんが、1本溜まっちゃうね。溜まってほぼ圏内かな、コリが通れば。そうだね、渡れ、あこれも圏内、圏内です。さあどうする。途端に引き締まった試合になって、お互い飛ばない、スイちゃんしたけど、お互いねトルネードと突進っていう前に進む技持ってますけど、簡単には打ちませんね。わあ確定しない。おあこれもネクロが画面足決めれればビリビリが決まれば勝つ。あー怖い怖い怖い。さあ体力逆転して、あうま前投げ、投げていく、拾えないけど、うー怖い。これは初段で OK。 あるのか。2発目当たんないかもだけど、当たったけどね。今のは初段でも大丈夫だったんで。確かにね、良きですね。先端だとね、ちゃんともっと先端なら当たんないのかな。あれ2発目当たんないと思うわ。初段はギリで、あまじ初段もダメ。いや分かんない、あーかなーって思って、はいはいはい、多分ね体が前に出るからこれは当たると思うけど、こっちが怪しい。なるほどね。じゃあ左上、小玉直径お願いします。そう、腹部ロックするけどさ、引き寄せないからちょっとかわいそうなんだよね。そうだね。2発目が一番ダメージでかいのに、あたまにしっかりあるから、ね、ああそうだね、まさに引っ張ってくれりゃいいのに。そう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 、引っ張ってあげろよ。さあこれはエレナユンとなりました。意外にユン的にはめんどくさいカードです。どっちかというとキャラ隊がいけるイメージですね。ラウンド8をなんかユン側がどう対処するかで結構ダイヤが傾くイメージ。ラウンドアーチの対策精度と雷撃の対策精度で勝負がかなり変わる、ね、そんなイメージですね。うん、これです。さあラウンドアーチをボコボコ食らうとスタンチもダメージもえげつない。もう体力半分なくなってるし。1回目のゲージ、これは投げ角なんだけど中盤はちょっと違うか。基本的に現役人中の絶唱は、ガードしたら投げ基本的に隠ります。そこで切り返したいところですね。一つ結構鉄山漏れで絶唱が、うん、そうね、鉄山打つつもりが絶唱漏れちゃう時とかあるので、しっかり投げたいところ。
わっバレット見えたけど繋がらず。お互いめっちゃ遅かったな今時止まってた。さあ拾いきれずだが、まあまあまあダメージ4割取れたのでいいでしょう。あ、最後ハイジャンプユンが消える画面から消えるね。あーいい雷撃だったがスラで潰して前投げいいですね。ユンがゲージ溜まる前にエレナが行きたいとこですが溜まっちゃって、あ、怒ったけど、そう意外に距離空くからエンコパになるっていう。そうだね、ターゲットはまあ無理かな。踏み込んで中圧殺傷で起き上がり減塩みたいなもんだよね、うん、かブロ確認弱生弱鉄とかだったら。ああはいはいはい、当たるかな。なかなかいろんな要素を要求されます。だったら小玉さん、じゃはい、国辰王子現役人につなげたいんだったら弱鉄かな。そうだね、はいはい、国辰王子ちょっと面白そうだなこれ。国さん、国辰王子やべえ、いつぶりだろ見るのこれちょっと面白そうだな。ウエイト勝負さあ1P が辰王子号機、 2P が国流。腕相撲が始まったよ。さあなかなか今ね辰王子タイプの豪気はおりません。まあ普段デコージとかとはやってますが、あ、しっかりしてる中小流。なんかあれだよね、マッチさん、デコイさん、二郎さんと本当タイプ違うから。違うね、まあ豪気あ、ま、隠らしたらないか。同じ対策が生きるかと言われたら何とも言えないよね。まあ豪気自体がね、あの多彩なキャラなので、ね、バレてる、怒られた、竜巻打っちゃいけませんまあ動き自体がね自由なキャラなんでプレイヤーによって多彩な動きができますが、というところですが、うん、竜巻に対してはマジうまいんだよな国。自分は竜巻ぶん回してくるくせに。うわすごい埋まってない、残り高でなんとかしようとした100機投げ、うん、うわなんか吸われた、逃げ切れない、差し返しみたいな台足で、うわすごいすごい、あー危ない危ない危ない、カーニバルカーニバル激しいなおい。さあ1-1、お互いゲージがフルマックス。さあ春国火を吹くか、あ、仕込んでる、おさあ一回様子を見る、 あ、上は見てましたね。危ない危ない、天神をさせる前に暴れる暴れる、人雷じゃないや体育、あーマジ、ね、あらー引き付けが遅くて、ま、しかもピヨッ、あ、ファイヤー、あー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 、分かんないこれは、お移動投げ、ドキドキだーっ、あヒットバックが長すぎて繋がりませんでした。なんかさ面白いですよね、本来このドットになった瞬間ってちょっと距離が空いてたら落ち着くじゃないですか。そうだね、はい、今振り返ってほしいんですけど、はいはいはい、2回ダッシュしていたんですよで大パンで対空になるっていう、中足が強い道着に対してお互いドットなのに最速で2回突っ込んでくる毎週で2回、あの週で毎週で2回はなかなかやばい、それ選べるのすごいっすよねじゃあマサラオ、マサさんとラオさん、はい、大会です。いやなんかいろいろなもんが見れました。何が時々チワワだよねずっと狂犬じゃねえかって話だね、チワワ要素ねえじゃねえかってさあ2回戦第3試合です。さあ中2号機、さあいわゆるね辰王子とか、まあマストとか、ニュートンなどデコージとかじゃないですけど、あとはまあ水曜とか土曜日曜で来るタイプの動きだと、最近はまあマッサさんととかと何人かまたね新たなプレイヤーが増えてる感じだ。減ったマッサさんは結構攻めっ気たっぷりな感じですね。なんかマッサ山源あの両名は割とちょいちょい来てくれてるイメージですね。なんかバランスタイプというよりか割と豪気のなんかアグレッシブなタイプで、あのたまにね、上位プレイヤーも食うみたいなイメージもありますが、さあここはどうか、ん3つで止まるのは頑張りたい。このゲームのこの性能の豪気ってどういうスタイルが一番合ってるんですかね。どっちもできるんだけどね、どっち寄りにすればいいのかっていうね。そう多分どっちもできるとは確かに思うんで、どっちもやってんのがマッチさんなわけだ、うん、あそうだね、バランスいいの間違いない。あとまあデコイさんもどっちかというとマッチさんよりかバランスいいっちゃいいか。いいけどあの大会は違うけどさ、あの人の路地たまにスイッチ入るじゃん。そうだね、うん、もういいやつですぐ雑になるじゃんそういう時なんかあるよね、あるある、おや今スイッチ入ったな人によりますね本当にね
個人的な印象だと割と、マサさんはオフェンシブタイプ、まあグイグイいきますよね、うん、まあできることフルに出してね、ジョイプレイヤー倒せるなら全然それもいいと思いますが、しっかりつないでメッパまで昇竜拳中昇竜にしてるのが偉い。ライザーさんあれカスタータイムの時結構あるんでね。あ、これは減る 4.5 割ゲット。違うわ、 あ終わった。ハゲさんが何とも言えない顔をしています目の前で。 4.5 割じゃない、はい、5.5 だった。闇闇だね。いやこれはやばいね今の。さあ破産でゲージを貯めるチュンリー側、やばいイケイケになってきて、これは当たる、お互いイケイケだ。さあどうする、残響重ねて図がいい。ああ来て来て来て、ああすごいすごい、前に来るぞ。もう下手したら圏内だな。壊し3つからメッパーゼロドット残空重ね、お見事。ここはまさこうき勝利。じゃあパチカス TM、 あっ おもろそうやなこれ。パチに TM さん、最初はグ、はいはい、パチニーは 1P 側と。これ読み合いタイプのプレイヤーですよね、お互い。そうですね、うん、さあ、ショーン級、まあ、パチカソ君は読み合いタイプというよりかは読み合わないと勝てないキャラだから。そうね、なんとしてもそういうのをしないとね、勝てないキャラだから。結局積極的にやってってそこの2択に勝っていかないとキャラ的にはしんどいタイプにはなっちゃう。そうそうそう、だから必然的にそういうタイプになっちゃうのはまあしょうがないけど、しっかり当ててるな、うん、だってこのカードでさ、うん、9が有利って多分明確に言えるのそんなにないじゃん。ないね。なかなかね。さあどうなのか。さあ TMQ といえどショーンの経験値があるかはちょっと未知数。これも3回今 PA したんでもう終わりですね。はい、まあ減らんぞ。まあキャノンにしてますけど、キャノンでも大概減ないところだ。もう並んだ。あ、一気に追いつかれて。さあ前して投げ、攻めっ気のある Q って結構かっこいいっすよね。かっこいいね。 Q もタイプ分かれるからね。分かれる分かれる。 TM さんは結構攻め寄り、攻めるね、うん。まあ、さっきバランス高さなんか結構ディフェンシブみたいなイメージですが、さあ連突引っ掛ける。マサさんどっちもできるけど、うん、なんかあえてバランスを選ぶ。ああそうだね、イメージか、うん、どっちかするとバランス見て反応寄りというか、なんかそっちのなんか人間の限界に挑戦してるイメージありますね。はい、わかります。さあグラップ、後ろ投げ、うん、突進しゃがみは痛い。コパン連打だと対空もしづらい。うん、厳しそう。めっちゃ困ってんな。壊し潰す選択肢なさそうだな、ショーン。さあなんとかキャノンを当てたいとこだが飛びは通らない。移動投げは外、Q が歩いてくる。めっちゃ前歩きしてくるね。あー怖い怖い怖い、一生突進。あ、いい加減しろと。あーあーあああかわいそすぎ。ノーマル連突がやべえな。いやちょっと待って、漏れたのはしょうがないけどさ、漏れても今の当たるよって話で。そうだね、そもそもキャノンならキャノンでいいけど。マジかよ。じゃあ次、小玉くに。やべえじゃん今のは。いいよ、カシ当たりでもいいからさ、キャノン当たったれよ、 EX なんだから。クニさーん、クニー、クニと小玉さんです。あー、クニー、あ、いたいたいた、はい。マジかよ今の。そうでなくたってキャノンそもそもレッパと同じなんだから、あの普段連続通常技からつなげるのむずいのに。さあ準決勝第1試合、人力煙突。あー、なるほど、都心祭りでしたね。さあ、小玉4と国優。わっ、おお、雷撃読みたな。いや、最近国結構、ああ、それは嘘、マジ。最近、ちょっと前からね、ユンの水準に対して、ユンヤの水準に対しての速投は結構打つようになってるんですけど、今のはやべえな、1個前の。フランスからこんにちは、こんにちは。ハイライトムーン、フランスからこんにちは、こんにちは。はフランスこんにちは、ニュートンこんばんはだな。あ、レベル2。ちょっと待って、こんにちはって別に中が使えるでしょかな。ああ、そうかどうか。ああ、
やべえ、マジレスしちゃったよ。意外にね、こんにちは、こんばんはが分かれてる国と分かれてない国あるからね。あーそうなの、言語としてもね、分かれてないとこも一部確かあるはずです。おアメリカからフランスはどっちか忘れたけど、おはようございます。アメリカからおはようございます。いいね、時差の話、いろんな国の人が見てくれる。ニュートンは今22時です。ほんと、いろんな国からこんな理由見せてごめんね。みんなありがとう。フランス非常に強い、強い。さあ前投げ勝ったら国。じゃあマッサー TM お願いします。あ、そうですね、僕見覚えますけど、フランス行った時にお会いしましたね。あ、そっか、太平さんなんか手違いでフランス行ったんでしょ。手違いっていうのやめる。招待もらったから。あ、もらったか。そうかそうか。なんならスマホなくしたダットリの面倒見たから。そんな人もいたな。ちゃんとしたから。そう、分かれてる。ああなるほど、水商売だとおはようなる。さあ準決勝第2試合は9と5期 TM バーサスマッサと。やべ、傭兵さんが知性出してきた。なんかやだ。さあ一先なので、なかなかこの組み合わせだとどっちに転ぶか難しいところもありますが、後ろ投げ、あれ9も合気の竜巻全ガードになっちゃうんでしょ。なる、しゃがみでもなる。かわいそすぎるだろ。なるのは9、9、5、ユリアンで、ダドが距離に、ダドタレクが距離によるみたいな、そのぐらいですね。ダドタレクと、ダトリーが距離によるから。あー、わー惜しい。最後は頭蓋。さあマサキューかなりいい調子。ニュートン優勝9じゃねえ、ごめんごめん、こっちだった、ごめん、マサゴーキ、ごめん、マサゴーキです。よくないよ、そうやって彼女の名前間違えるんでしょ、どうせ。よくないよ。あ、いねか、やめろ。いや俺言ってねえよ。今のは俺悪くねえ。今のは完全にかぶしたけど。地雷踏みに来たぞ。で俺が踏んで返したからっていう。踏んでやるよって、はい。さあ画面はザンク祭り、ザビを思わすような飛び道具祭りだが、わあ近寄ってからちゃんとガードしますね。余計なダメージは食らわない。うまい、あうまいな。いやー、うわ、まヒヤッとした、このエロい位置。うわ、グラップ突進引っかかる。こうなると分かりません。9が含まれるともう5機は 6.5 すぐ解けるみたいなもんですからね。上ガン見してやってたのに、うん、空陣に負けたな。いや、そうだ、間違いない。めっちゃ速かったぞ反応。うわ、これは痛い。一気に4割。あ、あー、6割どころじゃない。7、8 8割ぐらいいったな。投げ2回で死にます。大パン2回でも死にます。そうね、もう無理しないですね。しないですね。めっぱ食らない位置で PA するのが基本になります。そんな必要がないからね、はい。あとは豪気が、あ、これはいい選択肢。でももう一回当てても勝てないんだよ。2マックスあるんでね、チャンスはまだ残ってる形。危ない。あ、ちょっと遠い。おお、いけるか。減らねえ、減らねえけどより。当たりましたね。寄せ切った。勝ったのはマッサー豪樹ということで、国正です。決勝でございます。あの竜すぐ決勝行くやん。あの竜すぐ決勝行くよ、あの人。さあ今日はヒューゴ、豪樹、ユンで、そしてもう一回豪樹と。さあ正直個人的には多分初優勝だと思います。マサ豪樹を応援したいですが、どうなるか。へー、でも痛いんだよな。そう、豪樹は竜の弱達当たっちゃいます、しゃがみでも。さあどうなるか、この竜今回は優勝なるか。この前誰かに阻まれたんですか。あ、傭兵さん。あ、そうそうそう、前回一席で傭兵氏勝ちました。脳幹です。なるほど、脳幹です。僕傭兵さんには厳しい。じゃあ今日は脳幹じゃないように見ていきましょう。うまい、後ろ投げ。あー、これは竜がうまかった。下手に手出すと空中ぐらいのところはワンブロ昇竜でしっかりリーサルにしていく。電人マックスが非常に怖いです。受験追い返していいですね。なんかちょっと
雰囲気残空はリープでしっかり龍側が、あれね、俺結構ね、はい、意外とやってる人少ない、ほぼいないから、いや、いないいないいない、なんかでも古から伝わる一応ね、そうね、しっかり守ってるというか、若干ラインを上げつつ、そう、ブロールとね、硬直が出る分はしっかりかわしていくっていう、せいやーと落ちません、しっかりゲージからにして優勝幕にでーす。すぐ優勝するよあの人おめでとうございます。設定変えます。